最初に、お送りする曲、エキスイランドジャズの定番中のテーマ、バーボンストリートパレードをお送りします。
ヨーロッパ戦線の慰問でドイツ軍を相手にして慰問した曲もね、ドイツ語の曲だろうというか、なんとも余裕のある話でありますね。次の曲はブルースの代表的な曲です。フェアレスラブという曲ですけどね、エキセレントジャーズはもともとブルースが一番初めの始まり発祥でございまして、ベッシー・スミスという人が女性ですけどね、これが歌ってすごくヒットしました。お送りします、フェアレスラブ。
リバーサイドブルースという曲をお送りしました。次の曲はライナという女性の名前、ライナという曲ですけどね、ラディアン・ストロングとそれからリング・クロスビーが歌って、ヒットしました。日本でも戦後なんか日本語版を誰か歌ってましたね。これの演技がわからないからってください。お送りします。ライナ、thank you.